山支店の泉リリカです。同じく高架亭の経済センター長の秋永義行です。どうしたんですか、2人とも。そのいでたちは。ここ伊豆太陽地区は太平洋を流れる黒潮の影響で1年を通して暖かく、サーフィンが盛んです。ここ高戸浜はいい波が来るんだよね。今日は風が強いけど乗れればいいかな。この暖かい気候を利用してカーネーションや金魚草、マーガレットなどのお花の栽培も盛んです。今回のうちいず散歩は伊豆太陽地区からカーネーションの話題をお届けします。じゃあその前にちょこっと波乗ってきます。行ってきましょう。おう、え、これからサーフィン？カーネーションは？二人海に行っちゃいましたけど、今回はカーネーションの話題だよね。まあ、とりあえずフジーズ散歩スタートです。空が晴れたらこの街に僕たちと種をまきましょう。雨の日には傘を広げ、一緒に光を探そうよ。 I love you。皆さん、改めましておはようございます。 JA フジーズの泉リリカです。今日はカーネーションの話題なんですが、2月にはもう一つ南伊豆町で有名な花があるんです。それは河津桜。ここ南伊豆町の青野川沿いの遊歩道 4.2 キロに沿って約800本の河津桜が咲きます。その景色はまさに絶景。温泉から立ち上る白い湯煙との共演も見応えがあります。見事な河津桜ですね。河津町の河津桜は有名ですが、南伊豆町の河津桜もとっても素敵ですね。南伊豆町の河津桜も綺麗でしょ。実は静岡県のカーネーション栽培発祥の地は南伊豆町なんです。それでは現在のカーネーションの産地、河津町に向かいます。ということで、河津町にある河津カーネーション見本園にやってきました。早速中に入ってみようと思います。河津カーネーション見本園は観光と試作品種の研究を目的に作られた河津町の施設。 JA も運営に参画しています。園内には市場に出ていない品種も含めて約360品種1万4000株が栽培されています。カーネーションに360もの品種があるのにも驚きですね。田村係長、田村先生ですよね。泉さん、ご無沙汰しております。こちらこそです。実は泉さんは下田高校南伊豆分校の生徒だった時、カーネーションの栽培実習を受けていました。その時 JA から派遣されていた田村係長に栽培を教えてもらっていたんですって。番組ではちょっと出会いを仕込みましたが、この事実、撮影の打ち合わせの時に初めて気がつきました。田村係長、色とりどりで形も様々なカーネーションがあってワクワクしますが、田村係長のおすすめするカーネーションを教えてください。難しいけど、おすすめといえばパリダでしょ。あ、これ私が高校の時に育ててたカーネーションですよね。そうです。パリダは紫色が綺麗に咲く一輪咲きのカーネーションです。おすすめのもう一つはこれ、スターチェリーテッシの星咲きに咲く珍しい花なんだ。珍しい形で小さくて可愛らしいカーネーションですね。そうなんだ、これは伊豆太陽館内で発見された品種なんだよ。へえ、そうなんですね。綺麗ですね。ピンク色が鮮やかで綺麗だよね。うんうん、
田村係長はカーネーションをはじめ花を担当するトップ営農指導員、生産者を訪問しニーズを捉えた栽培品種や新しい生産技術、資材を生産者に提案するほか、生産者の要望を市場に伝えるなど消費者と生産者の橋渡し役もになっています。田村係長にまたいろいろ教えてもらい、とても勉強になりました。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。三住さんが最後に訪れたのは東伊豆町稲取にある稲取漁港直売所コラッシェ。農協と漁協が共同して地場産品を取り扱う全国でも珍しい直売所です。地元産の新鮮農産物や近海で獲れた鮮魚が並びます。もちろん河津町や東伊豆町で作られたカーネーションも売っています。鈴木さん、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。すいません、今日はカーネーションを買いに来たんですけれども私に似合うカーネーション選んでもらってもいいですか？はい、それじゃあね、コラッシェのカーネーションは毎朝生産者さんにこういったいろんな色を組み合わせて持ってきてくれてます。そうだね、泉さんはやっぱ情熱的な赤かなありがとうございます。早速家に飾らせてもらいたいんですが、ちょっとここで番宣をお願いします。動画版フジーズ散歩は偶数月1日に YouTube で配信中。雑誌版は概要欄からダウンロードできます。せーの、ぜひご覧ください。今回は富士太陽地区をフジーズ散歩しました。JA フジーズのカーネーションは日持ちすることも特徴。ぜひ皆さんも飾ってみてください。